大阪府都市開発5000系電車大阪府都市開発5000系電車大阪府都市開発5000系電車は大阪府都市開発現戦北高速鉄道が製造した通勤系電車の位置形式1990年に営業運転を開始した本校ではナンバ先頭車の車両番号回フォーメーションイコール編成の略を編成名として表記する これまで、相互乗り入れ先の南海電気鉄道の車両を、ベースとした車両を導入してきた同社にとって、初のオリジナル設計となった車両であり、同社、そして直通先の南海で、唯一の8両固定編成、非貫通である。なお、5600系、4.5号車は、電気連結機、全消灯を装備している。制御装置は、同社で初めて g 手を阻止を用いた。 VVVF インバータ制御を採用、ブレーキは電気指令式、台車はボルスタレス台車となった。なお、登場当初は南海2000系をベースとした制御装置であったが、後に南海1000系をベースとしたものに換装された。車体はアルミ合金製ながら白色に全塗装されている。ラインカラーは壮歌に青の濃淡2本のラインが入り、窓上には 農政のラインが入っている。また、窓上のラインは、運転台後方の扉の後ろの窓部分で太く、斜め下に降りて、倉庫のラインに合流している。このデザインは後に、南海電気鉄道が、車体塗色を変更する際に影響を与えたと言われていい。1996年の7000系、営業運転開始と同時に、先頭車側面の小青のラインの倉庫部分に、 千木のロゴを貼り付けた。なお、5501階の泉中央方の4両と5509階は、東急車両製造製、他は、川崎重工業製である。座席は赤色、優先座席は、灰色のモケットを使用した4、7列、ロングシートで、3000系では、パイプ製だった。座席時期量改善、棚は網棚に戻った。また、 扉開閉時のドアチャイムやドア上の LED 式の情報案内表示、千鳥配置も設置され、5501階を除き、中間車には車椅子スペースが用意された。車内案内表示機の LED スクロールの速さは7000系と比べて少し遅めで、準急、または区間急行南波駅行き列車での停車駅案内では終点の南波も案内され、 7000系の場合は一駅手前の停車駅で、阿信今宮まで案内される、中本駅到着時の乗り換え案内に、高野線の旧愛称、臨間、サンラインが表示される。本形式は、製造から20年以上が経過しており、設備や内装の劣化が深刻化したため、2015年より5501回を、はじめとするリニューアル工事が施行されている。 リニューアル内容は以下の通り、車体の塗装は全白離し再塗装された。なお、制御装置の更新は見送られている。はじめに5501回が巧妙池車庫で改造され2015年4月より営業運転に復帰し、翌年の4月には2編成目となる5503回も営業運転に復帰した。5505回は、 特別塗装だったためラッピングを剥離した青字の塗装のまま改造され、千代田工場にて塗装変更などを施し2018年5月より営業運転に復帰している。1999年5月5日より、大阪府堺市の大阪府立大型児童館、ビッグバン会館、同年6月を記念し、館長である漫画家、 松本霊児のデザインによる特別塗装車が5505回に施された。車体には同館のイメージキャラクターであるベアルとメローが描かれていた。この塗装は当初は2001年4月くらいまでの予定であったが、好評のため2005年に塗装を修繕し、引き続き運行した。2009年に同館開業10周年を機に、この編成の愛称を工房開始した。 6月21日に松本も臨席して愛称発表式が行われ、ハッピーベアルとすることが発表された。発表後、全面窓裾に愛称のロゴステッカーが貼り付けられた。2015年から進行しているリニューアル工事の影響により、2017年10月1日をもって運行を終了した。同年9月20日よりメッセージステッカーが貼り付けられ、 運行終了後は10月7日開催の、千北トレインフェスタ2017会場で7000系、フロンティア号と共に展示された。千北高速鉄道線と南海高野線への直通列車に使用される。2005年10月16日のダイヤ改正後、日中データイム時に8両編成で運転される、列車が激減したため、8両固定編成である。 同社の運用も相応に減少したが2015年12月5日のダイヤ改正で日中の運用を開けしている。また、2017年8月26日のダイヤ改正では大半が8両編成で運転されるためさらに運用が増えている。現在では、中本駅泉中央駅間の折り返し運転のほか、準急・区間急行などに使用されている。 2015年12月5日からは、女性専用車両が、南波バ方から4両目、4号車、5600系に、平日町時間帯の南波バ駅区間急行、泉中央駅天下茶屋駅間のみ設定されている。登場当初は、船内運転のみの運用であり、南海高野線への乗り入れは1992年のダイヤ改正からである。また、高野線は、今宮恵比駅、 萩野茶屋駅と、岸しの里玉出駅、先行産駅間のプラットフォーム有効長が、両編成までの対応であるため、高野線へ乗り入れる、各駅停車の運用実績はない。方向幕には高野線の行き先、北野田三日市長間も収録されているが、登場時の時点で、仙北車の高野線運用は消滅しているため、現在も営業線での使用実績はない。 2016年現在、5編成40両が在籍する。因は、リニューアル工事施向者。松本零ジによる、特別デザイン車両が存在する、下他社の鉄道車両蒸気のうち、忍者列車の2系列以外は、松本の作品、銀河鉄道39をモチーフにした、ものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。